相手の攻撃をいつ繰り自分の攻撃をいつ繰り出すかということを考えながら攻撃をしているわけであります。さあお互い正面を向いて睨み合いが続いています。お互い1体の殺傷圏内、さあ攻撃が有効となりたい。おっ今ダウン、ちょっと足の倒れ方がおかしかった。動けるか、また通信の方で、ああ動いた、あ問題なかったようです。さあ自分の攻撃が当たるか、本当は背後を取って弱点を狙いたいところではあるが、隙を見せない戦い方をしているので、さあ攻撃が当たるか、相手が攻撃をした腕に攻撃を当てたいところ、これはスリップ有効ではないようです。さあ青コーナーの機体攻めていく。さあお互い全くダウンは取られていない状態ですが、赤コーナーがちょっと劣勢のようにも見えます。さあお互い激しい動きを繰り出していく。非常に動きが軽やか。ダウンを取られてしまいました。赤コーナーの機体が繰り出した機体腕に攻撃を当てたという感じでしょうか。また延長戦か、残り1分。さあ大会の運営側としては時間を押しているので、どっちかがワンダウン取って終わりたいところ。ここでダウン取られちゃいました。ダウンです。ダウンが取られました。40秒。さあ巻き返したいところ。ああ取られた。赤コーナー勝利です。